グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。U-24 日本代表は28日、東京五輪、東京オリンピック、コサッカーグループリーグ A 組、第3節で、U-24 フ、ムス代表と対戦する。この最終節を前に、グループ突破に向けた条件を確認しておこう。 今し、ずんの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料を試し実施中、初戦で、U-24 南アフリカ、表に1、例の勝利を収めていた日本は、メキシコ。対しても、久保武久のゴールと、同案率の PK で早、時間に2点をリード。終盤には十人の相手に一点を、されひやりとする展開となったが、一点差で逃げ切って、 連勝を飾った。25日に行われたグループ A。もう一試合では、フランスが南アフリカとの、激お制して4、3で勝利。この結果、2試合を終えて、比が、勝ち点6、得失点差プラスに、メキシコが、勝ち点3、ラスに、フランスが、勝ち点3、マイナス2、南アフリカ、勝ち点0、マイナス2となっている。 28日に行われるループ最終節の試合では、日本はフランスに利した場合は、もちろん、引き分けた場合でもループ首位が確定。決勝トーナメントに進出、ることができる。敗れた場合はフランスに勝ち、点で並ばれるが、得失点差で4点リードしてい,いため、1点差の敗戦なら、まだ日本の成績がフラ、スを上回る。2点差で敗れた場合は、 特失点差も、微総得点の差で、フランスが、日本の成績を植える。つまり、日本は1点差までの敗戦ならもう一味の結果に関わらず、グループ2位以内で決勝、ナメント進出が確定することになる。日本、敗退する、可能性が出てくるのは、フランス2に最上で敗れた場合、この場合はフランスに、イサオで逆転されるため、 突破のためにはメキシの成績を上回って2位となることが必要。メキ、コが南アフリカに対して引き分け以下に終わりることが日本突破の条件となる。